こんにちは。うす。今日は1月22日の深夜に放送された3番組の話をしていくよ。3番組ともジャージ会でした。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。最初は乃木坂工事中、ね。先輩を守れ、代理ゲームバトル前編、ね。3期たちが守られる側だね。3期が守る側だった時の会話面白かった。向井葉月の涙も、梅沢美波の勝ち時も、伊藤リリアの目がバキバキなのも。全力って面白いよね。やってる方も見ている方も。前回とちょい違うのは守られる3期生と守る4期生の心の距離が近いところだね。あの時の1期生と3期生には大きなリスペクトがあったよね。壁と呼んでいいくらい。3期生と4期生は仲間の方が近いね。早川聖羅がしおりちゃんと言ってたり、弓木直が葉月って呼んでたりね。今回は岩本蓮香のいいところが出てました。先輩に対して無駄に壁を作らないところがあったよね。選抜に初めて入った時にセンターの斉藤飛鳥を飛鳥ちゃんと言ってみたり、その後、経験を経て敬語を混ぜるようになってみたり、秋元真夏と自転車旅行に行ってるね。その辺の先輩への壁のなさが、後輩にも機能してる。中盤が厚みがあるね。それは一期生全盛の頃はなかった。選抜メンバーは選抜の活動、アンダーメンバーはアンダーの活動って感じがした。でも、今はあの頃よりも乃木坂46に一丸感がある。とか、言ってるけど、テーブルクロス引きは3期生が守る側だった頃の熱さは感じなかったんだよね。あの時のぶつかり合いのような直接対決がないからそこまで盛り上がらないのかなと。そういうのは決勝かなと。と思ってたんだ。ほう、次の表面張力対決も相手に攻撃したり、邪魔したりする直接対決しないからそれほど盛り上がらないかなと思ってたんだ。盛り上がったね。口を閉じるのを忘れて見てたよ。激アツだったよね。あの液体は何？着色した水じゃないの？違うの？スタジオの盛り上がりも良くてさ、よく、メンバーに前に出ろ、番組に参加しろって声があるけど、今回のメンバーは普通に熱中して番組を盛り上げてたね。ひな壇のメンバーからの声も大きかった。弓木直と神奈川さやのストーリーも良かったんだよね。弓木直は最初にちょびっとずつ入れたのに、神奈川さやが2回ずつ入れてた。弓木直がそれに対抗して2回ずつ入れるようになった頃に神奈川さやが1回ずつになった。で、弓木直に対抗して神奈川さやが2回入れようとして失敗。いい感じのシーソーゲームだったんだよね。いやー、熱かったよ。いいもん見たよね。コップに水を入れてるだけなのにね。真剣勝負とはゲームや技量に関わらずいいものだ。決する瞬間、互いの童貞が花火のように咲いて散る。先週はハンターハンター、今週は悠々白書からだね。じゃ次は乃木坂工事中のベストショット、ね。なんだかんだで乃木坂46にいるべくして在籍している弓木直。私の法則に乗っからなかった神奈川さや。成功が嬉しくて足をバタバタさせちゃう遠藤さくら。弓木直のは、あんたが何言ってるのよ。弓木直は乃木坂46のメンバーだよ。バラエティ班の弓木直だけど、やっぱ綺麗だな。冬季オリンピックで見たカーリングを投げる美女さんに通じるものがあるよ。神奈川さやはマリサの法則に乗っからなかったの？いつも髪を下ろしている神奈川さやが髪をまとめているのって初めて見たと思うんだ。髪を後ろにまとめたメンバーを見ると髪をまとめた方が綺麗と思うんだけど、神奈川さやは髪を下ろしてた方が数倍綺麗。成功が嬉しくて足をバタバタさせちゃう遠藤桜は可愛かったと。うん、めっちゃ可愛かった。番組の冒頭で泣けることをしたらおさむが言ってました。秋元真夏は乃木坂46の歴史そのもの。秋元真夏は胸張ってドヤ顔してる。そうでもしてないと泣いちゃうのかもね。鈴木彩音のことも語ってくれました。鈴木彩音は笑わせる企画までやったよね。あの時は当時のバラエティ班が総出で笑わせに来てたよね。秋元真夏、高山和美、若月由美、農場亜美、和田麻也、川越奈、斉藤優里。途中でなぜだか堀美男がガチ泣きしちゃったり。今見ても面白い。あ、日村さんが若い。秋元真夏も鈴木彩音も後で噛み締めて感動しているかもね。次はそこ曲がったら、桜坂？ね。祝、2023年ぴょんぴょん新年会の完結編、ね。最初のゲームはぴょんぴょん座布団スライドだね。ぴょんぴょんしているメンバーの姿が可愛かったね。そうだね。で、次は、ちょっと待て、言うことはないのか。可愛かったんだけどね。ハプニングがあったわけでもなく、予想を超えたバトルがあったわけでもなく、ただただ可愛かった。次行こうか。大縄跳び対決だね。相変わらず好き勝手のマスモとキラが見てて癒されたよ。あ、大沼明穂を上から押さえつけてる。それでも飛べる大沼明穂の身体能力の高さよ。
さすが、躊躇なく海に落ちれるだけはある。これ、本当は危ないけどね。着ている服の水の抵抗は半端ないよ。で、1分間の個人的占いが始まりました。藤吉かりんのところで出てきたテンペランスは正位置なので調和、自制、節度、献身、謙虚、低姿勢、平常心無限大、フェア、公平、平等、正当ってことらしい。でウィキペディアに書いてあったよ。素人なりに解釈すると、ちゃんとやって頑張れば、性比例してちゃんと成果が出るって感じ？自制とか平常心無限大とかもあるから、頑張りすぎちゃうのもダメなのかもね。次はそこ曲がったら、桜坂？のベストショット、ね。おひげの高坂マリノ、飛び出す上村里奈、やっぱりピンクが似合う上村里奈。おひげの高坂マリノが可愛かったね。ちょっと誇らしく感じている顔がしているのが好きです。足が絡み始めたら、上村里奈は飛び出しました。なかなか見ない光景でした。縄の回転を止めることはなかったけど、やっぱり中断だよね。最後に占いを聞く上村里奈だね。可愛い。新しいことをすぐに始めた方がいいとか言われちゃうと、バデイズは心配しちゃうけどね。さて、桜月の MV が公開されました。今までの楽曲とは大きく変わった楽曲だね。女性の持つ柔らかさと、細い腕の奥にある強さを感じる。別動画で感想は作るの？作る、たとえ。おっとそれ以上は言うな。リアルな職場への愚痴は職場を離れてからにしろ。個人的にはこのシーンが好きです。肩出ししている推しが綺麗。ちなみに一言で感想を言うと？牛島くんに出てきたうついがゲストハウスの幸さんに淡い恋心を感じている感じ。よし、全く意味がわからないから感想動画を待っててやるよ。次は日向坂で会いましょう、ね。月で年女が決まるミドナイト、第1回ラッキーガール選手権、ね。月だけの勝負はどこへやら、謎々と大喜利が始まりました。大喜利がすごかった。桜坂46の3期生も大喜利とかを合宿で勉強してるんだろうか。今はその話はやめておこう。YouTube でダンス合宿がまとめられていて、その真摯な姿にバデイズが感動しているところなんだから。その感動にちゃちゃ入れることになっちゃう。ま、乃木坂46の5期生や日向坂46の4期生を見ている限り、バラエティ力やおじけずに前に出るレッスンはカリキュラムに入ってそうだけどね。でね、4期生の参入で大喜利に多角性が出てきてた。それほど4期生の積極性がすごい。霊夢も言ってたけど、デビュー前に出るレッスンがあって前に出る勇気が出なくて、自分に泣いた4期生が半数なんじゃないかな。バラエティのレッスンって楽しいイメージなのに、そこで泣かされるって相当厳しいよ。で、4期生が前に出るからこそ成立しているお笑いがあるのね。4期生の大喜利はそんなにすごいの？ちょっと笑える感じ。もちろん、お題のマシンを捉えている答えを出すだけですごいんだけどね。ただ、4期生が前に出るんだ。だからテンポがいい。で、かぶせというか前の人の答えから連想したような回答もあるけど、それが流れ、になっててすごく心地いい。4期生は手数と連携なんだね。それで場が温まったところで、先輩たちの回答が一発で大きなお笑いを作るんだ。特に上村ひなのはさすがだよ。大喜利が個人技じゃなくて、チームプレイになってきてるのね。笑点でもなかなか見れない大喜利の厚みかもね。で、上村ひなのの大喜利はさすがです。そのレベルは若林正康に信用されるほど。若林正康が上村ひなのを刺した後にラストを、って気持ちよさそうに叫ぶんだ。上村ひなのが決めてくれると信用しているというか、決めてくれると想定してたよね。上村ひなのはそれにバッチリの回答を出してる。さすがです。次は日向坂で会いましょう、のベストショットね。大喜利でポイントをもらってはしゃぐ証言寺陽子。ちゃんと全力でぶつかる加藤志保。政権付きの証言寺陽子。大喜利でポイントをもらってはしゃぐ証言寺陽子が可愛かったね。レッスンという努力の成果が出たのが嬉しかったのかな？それもあったろうけど、番組の戦力に慣れていること、若林正康という先輩たちが尊敬している大人に褒められたことが嬉しかったのかなと思いながら見てたよ。加藤志保は決勝戦で全力でぶつかりました。さすが先輩。バラエティに前のめり。で、決勝戦で段ボールを拳で開ける証言寺陽子ね。うん、かっこいい。右腕を最小の動きで肩の下にまとめて、まっすぐに放つ姿がかっこよかった。その後に加藤志保が女の子パンチをしてて、証言寺陽子の洗練された動きがすごく記憶に残りました。4期生で5人が新型コロナに感染したそうです。2週間後にお見立て会が。隔離期間はちょうど2週間だっけ？会社の人がコロナに感染した時、1週間で復帰してたよ。新型コロナに対する適正な距離感が分かってきたってことなのかな。もし日向坂46のポリシーが隔離期間1週間だったとしてもスケジュールは大変だぞ。延期かもしれないね。まあ不安がない状態でやってくれた方がいいかもね。
あ、いろいろあって、私は1年間はライブ現場に行かないと決めているので、参加が決定しているお日様に対する心情はものすごく他人事です。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました?思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。